それでは、最適設計特論2の第8回目の授業を始めたいと思います。前回から第9章の領域変動型の形状最適化問題について考えてきました。前回は、領域が変動するということを仮定したときに、設計変数をどのように選べばよいのか、それから、その領域が変動したときに、その上で定義されている関数が、動くわけですけれども、そのような関数に対してどのように微分を定義するのか、2つの方法があるということを見てきました。それから、半関数の形状微分に対しても、その、関数の形状微分 の定義の仕方の違いによって、2種類の公式があるというようなことも見てきました。それから、最後の 9.4 節では、これから考える領域が動くことを仮定したポアソン問題を定義する上で必要となる関数があるルールで、ある規則を持って変動するというふうに仮定するときに、どんなタイプの変動則があるかというようなことも見てきました。で、これらはすべて、今日これからお話ししようとする形状最適化問題を定義して、それで形状微分を、評価関数の形状微分を求めていくときに必要となる内容でした。はい、それでは、9.5 節、ここではその状態欠点問題、すなわち変微分方程式の境界値問題を定義することにします。で、この、授業では最初に簡単なポアソン問題を考えて、その上で基本的なことをすべて調べ上げて、その後、線形断性体やストークス流れ場の話に移っていきたいと思います。ですから、ここではまずポアソン問題を考えます。で、ポアソン問題、具体的にはちょっと先に行きますけれども、この 9.5.4 っていうところで、領域変動型のポアソン問題っていうのを定義しています。で、この、左辺はすべて通常の境界値問題の、式になっていますけれども、右辺が、例えば B という関数であったり、PN っていう関数、これは非同時ノイマン条件を与える関数、それからディレクレ条件を与える関数ですね。で、こういった関数たちが領域の変動とともに、動くということが考えられるわけです。動くのか、あるいは動かないのかも含めて、ここでは一般的に、領域が与えられたときに、これらの関数は固定されると、与えられるということを考えます。で、そんなことを考えながら、これからいくつかのポイントについて見ていきます。はい、まず、初期領域が与えられたときに、その上で B0 という関数、それから PN0、それから、UD ですね。UD0 ですね。こういった関数たちが、D という、固定された領域の上で定義されているというふうに仮定します。で、領域はその D の中にあるわけですから、必要なポアソン問題を定義するときには、十分な定義になっているわけですね。で、領域が動いた後、指定された変動則によりというふうにここで書いてますけれども、これは 9.4 節で、いくつかの代表的な変動則を定義しましたけれども、そういったどれかが与えられていて、それで、ファイが与えられたら、やっぱり関数、この関数が確定すると。で、その関数の形としてはやっぱり D 上で定義して、R を返すような関数が与えられる。PN、ファイ、UD、ファイも、そのように与えられると仮定します。
で、まあ、これからポアソン問題を定義して、その解は U だというふうに考えますけれども、ディレクレ条件が、まあ、非同時の時に、まあ、UD だけずれるわけですね。でこのずれたものを引いて、それを U チルダーとして、まあ、これは同時型のディレクレ条件を満たすというような関数と考えて、これが入る関数の空間、線形空間を、U と書くことにします。しかしこの U というのは領域とともに一緒に動いてしまうので、まあ、この関数空間自身がはいの関数になっているというふうに考えざるを得ないわけですね。で、まあ、実際書いてみると、ここの、まあ、D は固定されているとしても、それでまあ H1 の、これが状態変数が入る線形空間の、まあ、ベースになるとしても、こちらの基本境界条件が与えられているガンマ D が動いてしまうということを仮定するわけですね。ですから、まあ、ここにファイが残ってしまうので、まあ、やっぱりファイに依存するという形になってしまいます。それから、後に、まあ、形状微分、評価関数の形状微分を求めて、まあ、それからその形状微分を使って、後で H1 勾配法というような方法を定義して、それで、まあ、探索ベクトルである微小な領域変動の方向を表しますね。それを求める解法を紹介しますけれども、その解法によって得られた探索ベクトルが、領域が定義された、領域、ファイが定義された許容集合 D ですね。で、ここにはその H2 に入っているとか、W1 インフィニティあるいは C01 に入っているというような推測性をこの中では仮定しているわけですけれども、そういった条件を満たすように問題を作るにはどうしたらいいかということを考えると、ちょっと先走った内容ですけれども、この U という H1 だけでは不足で W24 っていう、まあ、これぐらいのな推測性も仮定しておく。で、これをその状態変数、U チルダーの許容集合というふうに書いて S で書くことにします。その S の条件、今、この W24 という生息性を与えましたけれども、仮定しましたけれど、まあ、これよりももっと強い生息性が必要であるという場合も、出てきます。それはその形状微分の公式の使い方、どの公式を使うかによっても影響を受けますし、境界積分が含まれているのかといったようなことについても少し異なってきます。まあ、そういったことで、まあ、これ最低限の許容集合の条件であるということを、まあ、ここで言っておきます。それから基地関数ですね。B0、B とか PN とか、ああいった基地関数についての、生息性ですけれども、まあ、ここでいくつか、こういう、CS'1 っていう、これは、関数の形状微分の定義のところで定義しましたけれども、まあ、そういうふうに定義した上で、それを使った上で、まあ、Φ が定義されている、B の上でリプシツ級であるというような仮定、それから PN は C11 で一回微分したものがリプシツだったので、まあ、かなり滑らかですね。で UD も U と同じような24の生息性があるというような仮定を、まあ、します。でかなり厳しい細かい内容ですけれども、これは後で、証明の中で、使うために、ま、その証明で得られる結果を、調べた上で、これであればいいというような形で決められている内容ですので、今、どうしてこうなっているのかということは、
説明はこの段階ではできない、できません。はい、で、このネット生息性は実は関数の形状微分を使った公式を使うときに、まあ、これがこういった条件でいいということになります。それから関数の形状偏微分公式を使ったときにはそこのところが少し、異なってきてですね、ここに、まあ、アスタリスクがこうついてますけれども、ちょっと形状微分の定義が違ってくるので、ここはずれてきます。それから UD についても、ここが24ではなくて 2QR になって、QR っていうのは D よりちょっと大きい。つまり、3次元であれば4とか、そんな話になります。で、4の2倍ですから、ここ8になるわけですね。さっきは4でしたので、まあ、そのぐらいの違いが出てきます。それで、境界の生息性ですけれども、これはディレクレ境界とノイマン境界が、もし同一の境界上であれば、2分の3π よりも開き角が小さいと。これかなり、まあ、混合境界であれば、さらにその半分であるという、まあ、この条件はかなり厳しい、現実には厳しい条件ですけれども、まあ、まあ、理論を厳密に考えていくと、こういう条件を仮定しなければ、ちゃんと共有集合の領域変動が得られないということが分かったというのが、まあ、この研究の一つの結果では、結果の一つですので、まあここまで仮定しなければ厳密なことは言えないという、まあ、そういう条件になっていると理解してください。はい、で、まあ、これらいくつかの仮定を仮定 9.5.1 から 9.5.3 まで示してきましたけれども、これらは、まあ、全て成り立てば、U が S っていう先ほど示した集合に入るという、まあ、ための条件になっています。はい、それで、まあ、そういった仮定をした上で、まあ、そういう、まあ、ここではその仮定が成り立てばというような条件を与えてませんけれども、それは、その条件は定理の中で定義の中でそういった仮定が成り立っていれば何々であるという、そういう結果を定理でまとめたいと思います。ですから、この段階では、まあ、これらが与えられたときに、これを求めるという問題を考えましょうという、まあ、問題の定義になっています。で、まあ、これから、カッコファイっていう、これをちょっと省略することにして、まあ、表記の簡便化を図りたいと思います。で、まあ、ここまで多少仮定がたくさんあったところは複雑化していますけれども、基本的には状態決定問題が定義できましたので、まあ、これから先はこれまでの7章8章の方法に沿って話を展開していきたいと思います。すなわち、今の状態決定問題に対してのラグランジェ関数というのを考えてみます。で、これは JAF 形式と、JAF 形式ですけれども、それに、本来はこれ0になる項ですけれども、一応追加しておくことにします。これは第8章でも、まあ、同様のことを行ったかと思います。つまり、本来は U イコール UD がガンマ D 上で成り立っているので、これは0であるし、2の関数 V っていうのが UD の上で、ガンマ D の上で0ですので、これも0なので、本来はこれ0なんですが、一応残しておいて、後で、評価関数をこれに足したときに、その評価関数の中にこういった積分の項があれば、これと、まあ、一緒にできるわけですね。というようなことで使いますので、まあ、これを残しておきます。それから、まあ、もう一つは表現として、表現の、まあ、
整合性を取るというか、第7章で、使った表現ですね、ま、あの LS っていうのをマイナス A プラス L というふうに定義していたので、まあ、それに合わせると、まあ、今回は第7章ではまあこういったスタイルですとかね、で、実際の定義はまあこうなると。でこれはもう第5章でいろいろやってきたことですので、まあ、ここではそんなに詳しい説明はいらないかと思います。で、任意の部位に対して、これが成り立つって言ったときに、この式が先ほどのパーソン問題の弱形式になっているということは、これまでと同じです。で、まあ、ここでもその表記の問題ですけれども、まあ、本来はこういうふうに書くべきですけれども、これ以降は簡単にこういうふうに書くということを断っておきます。これで状態決定問題が定義できましたので、まあ、その条件、その解を使って、領域変動型の形状最適化問題を定義したいと思います。まあ、ファイが D の要素であって、それで状態決定問題の解が、まあ、U チルダーが S に入っているというような条件を今見てきたわけですね。で、それを使ってファイと U の関数として評価関数を定義すると。で、ここでは非常に一般的な形を考えます。領域の上ではセーター i というような非積分関数があって、この非積分関数は phi の関数であってもいいし、u の関数であっても、グラッド u の関数であってもいいとします。それから、これガンマ d という領域では、まあ、こういう関数。これは前回の授業でちょっと詳しくお話した通りですね。で、このガンマ d 以外の領域で、ノイマン条件、ノイマン境界の上での、ある、まあ、全体あるいは一部で、その境界をガンマエータ i というふうにすると、その上で u の関数、u と φ の関数であるようなエータ ni という関数が与えられたとしますね。それで、まあ、こういう評価関数が与えられたというふうに仮定します。で、まあ、これからその評価関数を使って形状最適化問題を定義するわけですけれども、その今定義に用いた非積分関数ですね、セーター i とかエーター ni とかエーター di とか、まあ、こういった非積分関数に対して、まあ、どういう滑らかさが必要かというようなことを考えておきます。仮定しておきます。で、これも後で、定義の中で、使うために、仮定しているので、期待される結果を得るために、仮定するもので、まあ、詳しくは、ここであまり気にする必要は、ありません。まあ、一応こんなようなものが与えられているという程度で見ておいてください。セーター i とか、まあ、こういったこのダッシュがついているのは領域関数の形状微分の定義に基づく微分ってことですね。で、これぐらいの滑らかさであるとか、まあ、こういった滑らかさ、それから ETANI とか、それを形状変動で微分を取ったときに、まあ、このぐらいとかですね、まあ、こういった条件が与えられたということをここでは仮定しています。それから基本境界条件のところは多少形状形に制限があって、それで、まあ、ここに書いた通りなんですけれども、これも、まあ、随伴問題がちゃんと定義できるようにするためには、まあ、こういった条件が必要だと
ということが後で必要になってきます。はい、それから今度は形状変微分の公式を使った場合ですね。でこの時には少しずつこういった必要となる生息性がちょっと厳しくなっています。そういう、まあ、過程を設けた上で、その過程は定輪の中で使いますけれども、ここではその領域変動型の形状最適化問題を定義だけをしておきます。でこれはまあ、D とか S っていうのをもうこれまで定義したように定義して、で F0 から FM を先ほどのように定義します。でこの時に、まあ、この形自体はこれまでの第1章以降最適設計問題の基本的な構造と全く同じ構造をしているということが分かります。はい、そうすると、まあ、ラグランジュ乗数法で形状微分を求めるということをこれから考えていきます。でそうするその場合には、今の問題の全体のラグランジュ関数っていうのが、まあ、目的関数のラグランジュ関数と、制約関数の、ラグランジュ関数にラグランジュ乗数をかけて足したものという形で定義できます。でこれらは、まあ、こういった定義ですね。で先ほどこれの定義を示しましたので、これ実際全部書き、実際に積分ごとに、積分領域ごとに分けて書くと、まあ、こういう内容になります。でこの時に、ここでその基本境、状態決定問題の基本境界条件がここにこう見えてるわけですね。でそれに対して、まあ、後で分かることですけれども、随伴問題の境界、基本境界条件が、まあ、ここから出てくるものなんですね。でこの時に、その U に U ハットでこう動かした時に、その U ハットで、ラウンドミュー U ハットでまとめた時に、ここの、係数が出てくるわけですけれども、この係数イコール0という条件が、随伴問題の基本境界条件になるわけですね。まあ、これを議論するために、まあ、この形を残しておいたわけです。はい、はい、じゃあ次に問題が定義できましたので、次に最適解の存在について考えてみたいと思います。これは第7章で、一般的な存在に対しての定理を与えたわけですけれども、まあ、その定理を使うためには、このファイと、設計変数であるファイと状態変数であるユーチルダーですね。で、これの、まあ、これがそのグラフになっているというようなことをお話ししましたけれども、これが F っていうのが、これがコンパクトであるという仮定、それから、目的関数が、まあ、制約を満たすような領域の上で目的関数が連続であるというこの2つの条件が満たされていれば、7章の定理 7.4.4 というのが使えるわけですね。でここでの従ってやらないといけないことというのはF のコンパクト性を示すことと F0 の連続性を示すことにあります。で、まず、F のコンパクト性についてですけれども、この時に、まあ、Φ が、Φn として、こう、X 上の任意の公式列になっている。で、この従って近づき方というのは、X のノルムで見たときに0に収束するような公式列になっているということですね。で、そういうときに、
その、ファイ N に対して、状態決定問題の解が U チルダ N で与えられているとします。まあ、実際にはこういう、この時の U チルダのことをこう書くというふうに仮定すると、これはその、U チルダの中に収束すると。収束先が、U チルダで、その U チルダっていうのはこの時の収束先の I の解になっているということですね。で、その収束の仕方っていうのは、ストロングリー in U ですから、U のノルムで測ったときに、ちゃんと0に収束するような列になっているということを言っています。で、この証明、まあ、もう省略せざるを得ませんけれども、基本的な構造は、まあ、この文献の、内容に沿って、まあ、同様のことを行っているんですけれども、まあ、今回のこの問題用に書き換えて議論されています。それで、そうですね、解の存在についてというところで、まあ、先ほどの仮定もいくつか使われているんですけれども、もともとその許容集合どういうところに入っているかっていうような条件も使われています。それから B 与えられた関数ですね、それが、まあ、どんな生息性を持っていなければいけないかっていう、そういうこともこの中で使われています。それからじゃあ次に、まあ、ここまでがその F がコンパクトであるということですね。で、ここからあとはその F0 が連続ということですけれども、その F0 の連続を見るときに、その不等式制約がこう満たされているこういうまあ設計変数、この場合は設計変数っていうのはこの2つですから、まあ、結局はこのグラフの領域になるわけですね。で、この領域の中で、こういう不等式制約を満たすような領域を S と、集合を S というふうに書くことにすると、まずこういう制約、評価関数、目的関数だけではなくて、制約関数も連続であるというもとで、この S が、まあ、コンパクトで閉じている。ということが分かれば、あとは F0 が連続であるということを見ればいいわけですね。ですから、まあ、S の様子というのは問題設定に依存するんですけれども、ここでは FI 全て目的関数も制約関数も全て連続であるということをまとめて、ここで調べること、お題で調べることにして、で、その S っていうのは空集合ではないように、不等式上、条件が与えられているという仮定を満たしていれば解が存在するというスタイルの証明をしたいと思います。で、そうすると、まあ、残された課題はその FI 評価関数が連続であるということですね。で、これはその先ほどの設計変数の公式列が X のノルムで収束するような公式列があったときに、で、さらにそれに伴って決定される状態決定問題も U の中で強収束するように決定されているという、そういう仮定のもとで、この連続性を示したいんですけれども、実はこれだけではダメだってことが、まあ、この議論によって明らかになりました。で、それはかなり詳しい、まあ、詳細のことですけれども、実はこの条件が必要になるってことが分かったことが実は結論なんですね。つまりガンマ D 上の、この、放線方向の傾きですね、これがちゃんと収束するということが満たされていればという条件付きで、
この連続性が言えるということです。で、この、まあ、証明についても書いてますけれども、省略します。それで、これによって、まあ、一応、先ほど説明した通りのストーリーで、解の存在が言えるということになります。で、これ8章でも注意したことですけれども、もし、この共用集合 D を定義するときに、まあ、誘拐にするために、あるこのノルムで測ったときに、ベータ以下だという条件を課して、まあ、通常はここは不等式で成り立っているというのを前提に考えてますけれども、実際にこれがアクティブになったときには、その条件というのは、不等式制約として扱わなければいけないというようなことが書かれています。9.7 節で解が存在するということが確認できましたので、次に解法について考えていきたいと思います。で、そのために、まあ、勾配法あるいはニュートン法ベースのことを考えますので、評価関数の、まあ、領域変動に対する微分というものを考えていきます。で、それを考える上で、まあ、ラグランジ定数法をベースに考えていくわけですけれども、これまでその前回の授業の内容によって、その反関数の形状微分を求める公式において、まあ、2つの方式があるというようなことを見てきました。で、1つは関数の形状微分を使った公式ですね。で、もう1つは関数の形状変微分を使った公式ということを見てきました。その2つがあることを見てきました。で、2階微分までを考えると、実は形状微分公式を使った方は領域積分に なるので、もう1回微分することは比較的簡単にできるんですね。それに対して、関数の形状変微分公式を使った方は境界積分が出てきます。で、そうすると境界積分をもう一度、微分するということを考えることはできるんですけれども、まあ、そういった文献もあるんですけれども、非常に話が複雑になっていきます。で、まあ、このテキストでは2回形状微分に関してはこちらの関数の形状微分公式を使った公式のみを、のみで求めておくということにします。最初に、関数の形状微分公式による形状微分ですね。で、ここでは、形状微分をラグランジェ関数 Li の、レシェ微分、を考えて、それで、各その変数の変微分、フレッシュ変微分が0っていうような形で、状態決定問題であったり、随伴問題がこう出てくるということを、これまで見てきたわけですね。それと同じことを、やるわけですけれども、この時に使う公式が、形状微分公式を使った公式を使うということです。それで、まあ、この今の、この形で書けるということは、まあ、了解していただけると思うんですけれども、この時の、じゃあ積分公式、どれを使えばいいのかということですけれども、この関数の形状微分公式を使った方の最後の結果ですね。この 9.3.5 という形ですね。で、
実際関数の形状微分を使った公式を、まあ、求めたときはこういう表現をしていたんですけれども、それを、こういう形に2つに分けて、それぞれは、まあ、こういう形で表現できるという形でまとめました。で、この公式を使うっていうわけですね。ですから先ほど Li っていうのを定義しましたけれども、 Li に対してこの計算とこの計算を行うと、でつまりこの公式とこの公式を使うということを考えるわけです。それではここに、まあ、この部分ですね。この部分は、まあ、先ほどの公式を使うということです。で、そうしますと、まあ、U で偏微分して U ハットをかけるという、この計算を行うと、まあ、これは U に対して一次形式でしたから、ここを U ハットに置き換えたものと等しくて、これ自身は状態決定問題の解に U がなっていれば0になるということになります。でさらに第2項ですね、 U で偏微分して、U ハットをかけると、でこの項が随伴問題の弱形式になるわけですけれども、それは計算してみると、まあ、こういったところにこう U ハットが出てくるわけですね。それでここのところで、先ほど、この関数の定義の中で、これはラウンドミュー U の一次形式であるというような仮定をしてたので、まあ、これが一回偏微分すると、まあ、これがそのラウンドミュー U の関数ではなくなって、ある何か値になるわけですね。でその関数をまあこういうふうに書くことにすると、それが、まあうん、ここに出てきてるわけですね。これがそうですね。で、ここに基本強化条件が出てきます。あと残りのところですね。で、この、形式は、まあ、このラウンド i mu u u ハットイコール0っていうのが実は随伴問題の弱形式なんですけれども、これをあえて強形式で書こうとすれば、まあ、強制的に、まあ、こういう滑らかさを余分にこう考えてこういう変換ができるっていうようなことを使えば、無理をすれば、まあ、こういう強形式で随伴問題を書くことができます。まあ、イメージを何か具体的に求めて書いてみたいという要望で、まあ、そういう欲求で、まあ、書いてみました。で、今のような U の解と VI という随伴変数、随伴問題の解が得られていたとしたときに、これが形状微分になるわけですね。で、この計算をしてみると、まあ、先ほど示した公式に基づいてこの計算をしていくんですけれども、まあ、結構簡単ではない式の展開になっていますけれども、まあ、よくよく見ていくとその公式が、この公式が使われているということが分かります。まあ、ストーリーだけちょっと押さえておいてください。そうすると、まあ、この以上の結果を踏まえて U と VI がそれぞれ状態決定問題と随伴問題の弱解であるならば、これがこういう形に表せて、それをまとめると、まあ、こういう形にまとめ上げることができると。でこの時に、こちらがバーファイのグラッドのマトリックス形式にこうなってますね。でそれに対して、スカラー積の相手が、これマトリックスなんですけれども、こういう形のものが、
高に相当するケース、行列になっていると。それからこれらの関数についても、まあ、実際こういった値で得られると。でこういう形を全部まとめてこういうふうに書くことにします。でポイントはバースファイの一次形式になっているということですね。これ全部一次形式ですね。ですから、まあ、これの誘拐線形反関数になっているということです。この GUI は従って、こういうものをすべて、こういう形で含んだ、疎水空間の要素ということになります。で、まあ、今の計算のところで、多少簡単ではないと言ったんですけれども、まあ、この辺の計算が非常にややこしいんですけれども、まあ、普段どうなるのか、すぐにサクサク計算できるようなものではなくて、まあ、マトリックスとベクトルがこうなったときには、こんな公式が使えるというようなことを使いながら、まあ、私自身が計算したときに使っ、いつもこれをその紙に書いておいて、まあ、この関係を使いながら式を求めていったということです。はい、それで、まあ、実際に具体的に今のようにこういう形でまとめられるということが分かりましたので、でちょっとまあ、こんな難しい式を常に、考えないといけないのかと皆さんがうんざりするといけないので、よく用いられる仮定を見ておくと、例えばですね、ディリクレ境界はその動いたとしてもノイマン境界は動かないと仮定すると、非同時ノイマン境界は動かないというふうに仮定するとこれはゼロになります。それから積分関数、評価関数の中にまあ、境界積分のようなものは含まないという考えればこれゼロになります。それから、まあ、ディレクレ境界も動かないと仮定すれば、これがゼロになりますね。評価関数の中にガンマ D の、境界積分を含んでいないと考えれば、これはゼロになります。でそうすると、まあ、少なくともよく使われるのが、まあ、これも通常、セーターは、の中に B、ここですね、これですから、この、B というのが形状微分に対して、形状変動に対して動かないと仮定すればこれがないですね。それから、まあ、ゼータ i というのはファイの関数ではないと。まあ、あんまりファイの関数っていうのは見たことないんですけど、そうすると通常これない、ゼロですね。で、そうするとこれの項もなくて、少なくともこの2つの項だけで、これはいつも出てくるんですね。ですから、まあ、実際には形状微分というのはこの2つの項だと。で、一般的にいろんな境界積分を含んだりするということを仮定すると、こういったものたちが出てくると。そういう認識でいいかと思います。で、今のように求まったその形状微分 GI ですけれども、でこれがそのまずは疎水空間 X の疎水空間に入っているっていう、これがまあフレッシュ微分形状微分の定義になっていると、で従っているという条件の一番大事な部分ですね。でつまり、X 上の誘拐線形反関数になっているということですね。でこれは証明することができます。で、さらに、この求まった今の、形状勾配に相当する関数たちですね。構成する関数たちは、まあ、こういった滑らかさであると。で、これは当然、C01 の生息性を持ってませんから、この形状微分を使って形を変えると、まあ、形が波打ってくるということは
言えるわけですね。でこの証明の中で、いろいろ基地関数 の生息性であったり、状態決定問題 U とか VI が、S の、 要素になっているというようなことをここで使っています。でそんな時に、まあ、相対空間に入っているってことはそんなに厳しい条件ではないので、もう少し緩めることはできるんですけれども、後でその勾配法を適用して、今の G を使って勾配法を適用して求まる領域変動が共用集合の、D あるいはそれの線形化した Y というその空間に入っているってことを示すためには、まあ先ほどこれまで示してきた仮定が使われる必要になるわけですね。はい、それでは次に、形状微分公式を使った方の2回形状微分の求め方について見ておきます。でこの、微分の2回形状微分を求めるときに、まあ、第8章でもありました通り、直接微分法的な2回微分の求め方と、ラグランジェ乗数法を使ったヘッセ勾配を使ったような表現と2つあります。で最初に、直接微分を使ったような表現の結果を見ていきたいと思います。そのためには実はある条件が必要で、その条件というのは、B という、まあ、領域の上で定義された基地関数、これがないという、これがあるとちょっとうまくいかないんですね。それから、ゼータ i という領域変積分の非積分関数ですけれども、これはファイと U の関数ではないと。でただし、グラッド U の関数であってもいいと。まあ、具体的にはグラッド U の二次形式だという、まあ、こういう形であると都合がいいということですね。で、これも特殊な条件ですね。それから、まあ、ここで、その、まあ、こういった境界積分に関しての方ですね。で、これが、その、積分を含んでいたとしても、そういった積分は形が動かないという、領域変動の時に拘束されているという、そういう集合に含まれているというような仮定をここではしています。で、このような仮定を、まあ、設けた理由は後で出てきますので、そこの時に紹介します。で、この直接微分法的な考えで、その2回微分を求めるときには、この接平面ですね。この U、ファイと U の間は、まあ、ファイが与えられたら U が決定されるということで、これが設計変数ですけれども、これは実はある、こういう、まあ、等式制約を満たしているような集合なわけですね。それを S だとかことにすると、その、こういったファイとそれに伴うエプシロンハットだけ動いたときに、この条件を満たしながら動くと、つまり1回微分したものもゼロという、まあ、こういう条件を満たすような集合を、これは、まあ、接平面、許容方向集合というふうに呼びましたね。で、そういう TS というふうに書くことにすると、この TS 上で、このバーファイ1、ウプシロン1ハット、バーファイ2、ウプシロン2ハットと。で、これはこの平面に入っているという仮定のもとで、変動を2回フレッシュ変微分します。で、これが2つがこれの条件ですね。で、こういう形で、まず微分を計算しておいて、この微分が計算できるかってことなんですけれども、
これは、まあ、やってみるとできるわけですね。で、まあ、実際今の微分、2回微分の時にはこの項が、補正項ですけれども、それが必要です。で、これも、やはり日本語の論文、本の時には欠けていた内容です。で、これを足すと、で、ここの計算も結構な、内容で、私にとってはかなり時間をかけて計算した部分なんですけれども、まあ、ここの計算を一通り行うと、まあ、それぞれの、まあ、こういった積分の内容とか、この部分ですね、この部分は、まあ、こういう形にとして得られて、で、これに相当する部分はこういう形で得られると。で、一方、その接平面上に、その、ファイと、バーファイと、それと、ウプシロン i ハットですね。ウプシロン j ハットで、この場合 j ですから。で、その関係を、まあ、ある、こういう関係式で与えられなければ、直接2回微分は使えないんですけれども、この関係が実は、こう実際計算してみると、こういう形で得られるんですね。で、この時に先ほどの仮定が使われるわけです。先ほどの仮定が満たされていれば、こういう関係が得られる。で、このグラッドファイとグラッドウプシロン J ハットの間に、こういう関係が、バーファイ J とこれの間にこういう関係があると。で、ここがグラッド U だけがあったときにうまくいくんですね。ですから、この仮定の中に、セータ i っていうのはグラッド U だけの関数、二次形式であるという仮定をしてましたけれども、まあ、ここにこういう形でくくり出せるからってことなんですね。で、まあ、今のこの関係を、先ほど求めた、上の関係に代入すると、この関係ですね。ここに代入すると、こういう、まあ、ちょっと複雑な式ですけども、で、結局、今の結果を使って、VI の2回形状微分に相当するものを計算してみると、ここに書いた通りの結果になります。で、実はこの結果っていうのは、後で得られた結果で、実際、私が計算したときは、平均コンプライアンス最小化問題の平均コンプライアンスに対しての2回微分がきれいな形で求まるかどうかということをまず最初調べて、それできちんとうまく求まるということが確認できたので、それをこの一般的な形の、ポアソン問題の評価関数の、一般的な形の場合に、それに沿って計算し直したわけです。ですから、まあ、非常に複雑な一般的な評価関数を使ってますから、非常に複雑な形式になってますけれども、平均コンプライアンスなんかの2回形状微分をこの方式で求めるときにはもっとすっきりした結果になっています。はい、それから次に、やはり2回形状微分の求め方なんですけれども、今度はラグランジェ乗数法を使った場合ですね。で、この場合は、これまで見てきた通り、バーファイ1というのを固定しておいて、これを、まあ、評価関数だと思うわけですね。で、これを評価関数だと思うと、この中で、GI の中で U と VI っていうのが使われてますから、U のための、これがラグランジェ関数。それから、VI のためのラグランジェ関数。で、ラグランジェ乗数を WIZI と仮定しています。で、これの定流条件を求めればいいわけですね。で、
あ、これはまあ実際こういうふうに与えられます。で、これのそのフレッシュ微分を計算して、まあ、変微分でこう小分けして、それで一つずつあのイコールゼロの条件を見ていくわけですね。でその中で、随伴問題があの2つ出てきます。これが1つ目で、WI を決定するための随伴問題。それから ZI を決定するための随伴問題が2つ出てきます。で、それらを使うと、最後に L1I をあのファイルで変微分してバーファイ2をかけると。この計算をやるわけですね。これは補正項です。で、それを計算すると、まあ実際、こういう、まあ、形が得られるわけですね。で、まあ、こういうふうに、ちょっと複雑な式になってますけれども、バーファイ2に対しての、あの、この融解線形反関数ですね。これは、バーファイ1はもうすでにあのこの中に含まれているわけですけれども、で、これでトータルで見たときに、バーファイ1、バーファイ2の、あの、相一時形式になっているというものになっています。で、この GHI っていうのは、FI の平成勾配になっているということです。はい、次に、関数の形状変微分を用いた方の、 あの評価方法について見ていきます。実はこちらの方法の方が歴史的にはあの古くて、私が形状最適化問題をあの研究しだした頃はもっぱらこの公式ばかりを使ってました。で、この公式は比較的簡単で、あの、まあ、実際あのラグランジェ関数を定義してそれの形状微分を定義するときにこの形状変微分の方の公式を使います。この部分ですね。で、こちらのところは実はあの形状微分関数の形状微分を使った公式のときと全く同じ結果になるので、ここでは省略します。で、問題はこれですけれども、これはもう非常に簡単で、あの、こういうふうに定義しておい、形状微分が、まあ、こういう形で与えられます。で、これ全部、これはまあ、もともと、あの、バーファイ、あの、セーター i がファイの関数であれば、これが出てくるし、b がやはりファイの関数になっていれば、これが出てきますけど、通常まあ、これらはないので、普通はこの積分というのはありませんね。で、ほとんどが、すべてが、あの、こういう境界積分になっているわけですね。で、そういうのが特徴です。で、曲率なんかも、まあ、あの、こういう形で出てきます。で、この時に、まあ、こういう形状勾配という形で、あの、求めると、まあ、こういう形になるんですけれども、まあ、先ほど言ったように、これはほとんど、いつも0になる場合のほとんどで、で、これが主要な項ですね。ですから、最初の頃、研究してた、あの、形状最適化問題に取り組んでた頃は、もっぱら、この項だけが、あの、残るような問題を考えていました。で、もう少し精密にいろいろなことを考えていくと、まあ、こういう、あの、途中で、あの、過渡点があるような時には、その上でこんな関係があるんだとかいうことも、分かってきて、まあ、非常に複雑な式になってますけれども、すべての条件を、あの、盛り込んでいるためです。で、このように、あの、求まった形状微分、GI バーですね。バーをつけることにしてますけれども。で、この、あの、G by
GI バーについてもその形状微分というのは、X の層椎空間に入ると、つまり X 上の融解線形反関数になっているということが証明できます。で、この時は、実は S、U が S、U 中段が S に入っているっていうだけでは、ちょっと正則性が足りなくて、W229R に入っているとか、または、境界の滑らかさも H3C119 だとか、少し上がってます。で、曲率が必要ですからね。で、そういった、生息性についての厳しい条件がここに追加された上で、まあ、こういった条件の結果が得られています。で、この滑らかさについては、まあ、こういった結果になっています。で、これも、後で、H1 勾配法を仮定するときに、G はこの空間に入っているといったときに、勾配法によって得られる形状変動が、Y の要素になっているというような議論を将来したいわけです。はい、まあ、ここで言ってることは何かというと、結局、その実際その形状微分、形状勾配ですね、形状勾配を直接バーファイに置き換えるような、マイナス GI をバーファイに置き換えるような、まあ、直接勾配法といいますかね、そういった方法で形を変えようとすると、それは、こういう、まあ、本来持っているべき、その生息性より、まあ、満たしていないので、波打ち現象、などの数値不安定現象が発生する位置になっていると考えられるということをここで言っているわけです。評価関数の、形状勾配が得られたので、まあ、それを使って勾配法あるいはニュートン法で、領域変動の、を求めるアルゴリズムについて考えてみたいと思います。まあ、実際にその、GI っていう、あるいは GI バーというのは、X の層椎空間の要素として求まるということを見てきたわけですね。で、まあ、ここで従って次にやることは、第7章以降で見てきた通り、まあ、H1 級の関数、X は H1 級でしたから、その関数空間上の勾配法を考える、あるいはニュートン法を考えればいいわけですね。で、まあ、それを実際にこれから示したいわけですけれども、これはもう第7章で抽象的、勾配法というのを定義したので、ただ、ここはこの問題においての X に対してその考えを適用するというだけの内容になります。で、X は H1 級でしたので、その X の上での強圧的な相一時形式を AX と書くことにして、まあ、すなわちこういう条件を満たすということですね。で、まあ、Phi において GI が与えられているとするときに、2の、際に対して、こういう条件を満たすと。で、もう形の上では、第7章以降で示したものと同じです。この X が具体的になっただけですね。で、これは実は、ベクトル関数の、ポアソン問題のようなものですから、結局は、線形断線問題と同じような形をしているわけですね。で、これは変異のようなものですから、力のようなものを与えて変異のようなものを求めるという、まあ、そんな問題になっているわけです。で、この時の AX の具体的な選び方ですけれども、一つは、まあ、内積を応用したような
求め方ですね。で今これ X っていうのは H1 の D 次元のベクトルを返すようなあの関数ですから、値を持つような関数の集合ですから、それのグラッド、内積っていうのは、これ1回微分がこういう形で、こっちが0回微分ですね。これを足したもので、内積が定義されていたわけです。これ第4章で見た通りです。で、そうすると、まあ、AX、内積はもともとその強圧的で相一時、強圧的で融解ですから、まあ、ここに正の値、あるいは、まあ、正の値でもいいですし、まあ、もっと一般化すれば、融解な関数ですね。で、ただし、正値を取るような、融解な関数が C オメガとして、ここにあってもいいということになります。で、今の形をさらに線形断線問題に近づけることもできて、実は、このグラッドバーファイですね。で、これの対象成分を取ってくると、まあ、歪みのようなことになるわけですね。で、実際、非対象成分というのは、回転を意味して、形が変わるということに対しては寄与しないんですね。で、実際にこの対象成分だけが、形を変えることに寄与するわけです。したがって、まあ、ここのところを、これを、まあ、こういう形に置き換えても、一緒です。で、実際、数値計算、プログラムを書いて行ってみても、結果に、まあ、差はないということが確認されています。それからさらに、まあ、合成のようなテンソル、C というようなものですね。でこれを、楕円性があるような、まあ、任意のテンソルをこうかけ両側からかけたら、こういう楕円性があったり融解であるとかこういった性質を持つようなものであれば、その C という4回のテンソルを介して、まあ、応力テンソルのようなものを持ってきて、まあ、その応力と E のこれに置き換えても、まあ、これは強圧的で融解だという性質は損なわれないわけですね。多少、まあ、結果、これを使って出てくる結果に、この、C の中に、まあ、ヤング率のようなものが、10の何乗というような形で大きな値に入ってますから、まあ、ステップサイズを決めるときに、その値のオーダーだけ、まあ、ずれてきますけれども、まあ、そういう、まあ、ずれは気にしないということであって、むしろ、線形断線問題用に作られた、何か既存のプログラムを活かして使いたいというようなときは、まあ、こちらを使った方が便利かもしれません。まあ、ただし、この項が一般にあるかどうかは分かりませんけれども、まあ、これが、内積を使った数値形式ですけれども、まあ、別にこの次に示す境界条件を工夫して、強圧性を持たせるというアイデアもありますので、まあ、そちらを使うという手もあります。で、まあ、この C オメガっていうのが、じゃあどんな物理的意味として、どんなイメージを考えればいいかということですけれども、まあ、これはその空間上に配置された分布バネのようなものだと思ってください。まあ、これは変異ですから、変異に比例して何か力が発生するような、物体力になるようなものが発生するような、こうだと思えばよくて、まあ、従ってこれはバネ乗数だと思ってください。まあ、そういったことで、ここにちょっとこうバネを入れてるわけですね。で、ここに、まあ、いろんな、GI といってもいろんな成分がありましたけれども、こういうテンソルタイプの、2階のテンソルタイプのものと、ベクトルタイプのものがありましたけれども、まあ、それのイメージを、まあ、こんな、
コンチエルにしました。でもしもこちらは形状微分、関数の形状微分を使ったときに得られる形状勾配ですけれども、境界積分型 の、 形状微分を使うときには G バーでしたけれども、そのときには、まあ、こういうものはなくて、これとか、全部境界においてのベクトル値関数ですね、になっています。で、この、まあ、この形ですね。まあ、これで JAF 形式ですから、もうこれで数値解析はできるわけですけれども、これもあえて強形式で書いてみたいと、思う人がいれば、少し、U と V の正則性を上げておいて、それで、まあ、いくつかのこう書き換えを、簡便にするために定義しておいて、で、こういうふうに書くことはできます。はい、でこちらは GI バーの場合ですね。はい、じゃあ次に、今は内積を使った、AX の、相位値形式の求め定義の仕方ですけれども、今度は境界条件を工夫して強圧性を持たせるということを考えてみたいと思います。でそれは具体的には、その領域 の、 境界の一部あるいは領域の一部を固定して、つまり動かないっていう仮定をすれば、これが強圧性を持ちますね。でこの強圧性が持つ条件についてはいろいろ第5章で見てきたので、強圧性を持つための条件としては、先ほどのように0回微分の項を加えるか、こういう境界を止めるかっていうどっちかですね。で今回はこの境界を止めてみるということです。でこの場合もそのコルンの等式の形を使って強圧性は言えるわけですね。で、その時の、GI バーを使った時の、H1 勾配法の、強形式はこんな形になります。で、イメージとしては、ここのガンマ、今この図の中では、オメガ、バー C0 って書いた。この境界。これは一応まあ、オメガバーって書いてますけれども、領域の一部あるいは境界っていうふうに考えてますので、今回はここの境界の部分だ。ここを押さえて、形は、動かないという仮定をしています。それからもう一つの可能性としては、ロビン条件ですね。で、これは、ここに境界、じゃ、AX を、まあ、こういう形で、まあ、この形が、どういう意味を持つかっていうのは、第5章で拡張パーソン問題っていうところで、まあ、この可能性も実はその中に含めてあるわけですね。この項を持てば強圧積になると。で、この項っていうのはどんな項かというと、C ラウンドオメガというバネ乗数を持った条件なんですね。で、これがその図をイメージしたものなんですけれども、この境界全周にわたって、こういう C ラウンドオメガというバネが配置されてるんですね。本当はたくさん全部ここにバネ書かないといけないんですけど、分布バネで、でそのバネの大きさが、この境界の上の関数として分、正の値であれば、まあ、どんな大きさを持っててもいいので、そこに任意性はあるんですけれども、もちろん定数でも構わなくて、まあ、そういう分布バネを配置したような問題に相当しています。で、それを強形式で書けば、まあ、こんな感じになっています。こういったところで、解っていう、まあ、この記号を使ってますけど、これはキャラクテリスティックファンクション、特性関数で、
ここにガンマ P と書いたときには、ガンマ P のここの集合の上だけで、1を取って、残りのところでは0っていう、まあ、そういう約束なので、まあ、こういうふうに、簡潔にまとめて書こうとするときには、まあ、便利なので、こういう解関数をここで使っています。それで、まあ、今のようにいくつかの、H1 勾配法の具体的な定義の仕方を見てきましたけれども、まあ、いずれの方法で求めても、そういう H1 勾配法によって得られた、まあ、GI あるいは GI バーを用いて H1 勾配法で得られたバーファイ GI、 これが H1 勾配法の解、弱解ですけれども、これは1位に存在するってことはラクスミルグラムの定理で言えるわけですね。で、その値が、この H2C01Q、これは Y という集合を定義したときに、まあ、この中に入っているということを仮定したの、生息性の持った関数空間ですね。まあ、その関数空間の生息性がこれに相当しますね。で、ただし、ここでその B バーファイを除いてっていうことをちょっとここで書かざるを得なかったんですね。で、これは、先ほど、問題、状態決定問題を定義するときに、可動点についての条件もいろいろ厳しい条件を書きました。で、条件を満たしていればいいんですけれども、満たしていないときには、もうその上では、こういう滑らかさを、これに期待することはできないんですね。ですから、そういった点は特異点近傍と呼んで、もう B と書いて、それを除いた点でこれが言えると。まあ、これぐらいの滑らかさだと、やっぱり特異点のところっていうのは厳しいので、まあ、言えないんですね。で、あともう一つ言いたいことは、このバーファイ GI は、FI を減少させる領域変動になっているということですね。これはまあ、勾配法ですから、そんなにいつも、行っている証明と同じ内容になります。で、まあ、ここに基本的な証明の方法が書いてありますけれども、で、この内容ですね。それから、まあ、減少するっていうのはここに書かれています。それで、まあ、今、H1 勾配法っていうのを見てきて、まあ、その、結果得られるバーファイ GI というのは、まあ、設計変数の共有集合 D を含む線形空間 H2C01 に特異点近傍を除いて入るということが確かめられました。しかし、まあ、それ以外のところは、まあ、ダメだったわけですけれども、まあ、そのことはちょっと無視しても、もし、一対一写像が、保証されないようなところまで大きく変動してしまったときには、まあ、そういったことは防ぐために、実は、D の、定義の中に、まあ、こういうような条件とか、つまり全端写になるための条件を記載してたんですけれども、でそれ、あるいは、境界積分が含まれているときには、その上では H3 とか C11Q でもう一つ、微分可能性上が、上に、一つ上がったような生息性を
必要としてたんですけれども、それはこれだけの生息性では不足しているわけですね。で、そういったことについてはもしもそれこういった本来これを供給しているところにこれしかなかったっていうことに対しての数値不安定っていうのは起こる可能性がありますということをここで書いています。じゃあその場合にどうしたらいいかっていうと、追加の処置を考える必要があるというような書き方になってますけれども、例えば一回形状を求めてからそこで平滑化処理を一回施してフィルターをかける。これは本来フィルターをかけるというようなことをしなくて済むという方法を、私は提案しているつもりなんですけれども、こういった状況が原因で、その境界積分のところは理論的な保証がないので、それが原因で起こったことについては追加の処置を考える必要があるという、こういう説明をせざるを得ないというのが現状です。で、ここでちょっと最後に付け足し、英語の本を書き上げる、間際でちょっと付け足したんですけれども、これはですね、例えば、そのアルゴリズムとして、じゃあどんな方法が考えられるのかを、私の研究室のドクターの学生のファージーっていう学生がいて、その学生とのやりとりでも、いろいろ議論したことなので、せっかくいくつか考え方を述べたので、本の中にも書いておこうと思って追記しました。で、例えばこんな方法が考えられるということなんですけれども、H1 勾配法を繰り返し使うんですね。ですから先ほどここで、フィルターをかけるというようなことを言いましたけれども、そのフィルター自身を H1 勾配法をもう一回かけるというようなアイデアです。これはまだ論文にもなってないし、誰も検証してないので、興味のある人は行ってみてください。まず通常の GI を使って、GI を計算して、H1 勾配法でバーファイ GI を求めて、それをバーファイ GI1 というふうに定義することにします。で、これは求めるだけで、実際には形は変動させないとします。で、もう一回今度は、このバーファイ GI1 を、G-GI バーだと思って、2回目の H1 勾配法をやります。で、その結果得られたものが、バーファイ GI2 だとします。で、このバーファイ GI2 を使って、実際に領域を変動させる。ということをすると、H1 勾配法を2回使ってますから、微分可能性に2つ上がって、ここのところが、こういう生息性が得られる可能性があります。じゃあ次に、2回微分を使ったニュートン法について見ていきたいと思います。基本的な構造は第7章以降と一緒なので、この問題用に、一応書いておくということです。で、第7章で示したように、この生息のために AX の項が必要で、ヘッシアンはここにあって、微分勾配はここにあるという、この形を仮定しますね。で、AX 自身は、生息化のために、導入したものなので、生息性と共和性を補うために導入したものなので、ここに係数が、この中に、例えば C オメガ1とか C オメガ0という形で、1回微分と0回微分という意味で1と0ですけれども、こういう係数を使って、この項とこの項を調整して、なるべく邪魔をしないように小さい値でうまくいけばそれに越したことはないんですけれども、なるべく生息性が失われていたら、これを大きめにしてっていうようなことをして、これを
クローズアップするような計算をしていけば入道法に近づくわけです。で、まあ、実際に入道法を解くための問題として、あ、これでまあ一応入道法についての説明は終わりですね。次に平成勾配を使ったらどうなるかということですけれども、これはまあこれまで見てきた通り、勾配のところに平成勾配を足してあげるという形の勾配法にすればいいということですね。で、この時に、この中で使う、バーファイ GI バーっていうのは、これはギブンでないといけなくて、このギブンを一つ手前の、まあ、実際のアルゴリズムを考えるときには、最初に勾配、H1 勾配法をやっておいて、それで一つこれを求めておくわけですね。で、それを代入して、これを計算して、これを求めると。で、これが求まったら次はもうこれをここに入れてっていう、まあそういう仕様をするということです。はい。じゃあ、ここまで来れば、あとは、これまでの構造を、理解、同じだってことが理解できましたので、これまでと同じアルゴリズムを、使えばいいということになります。対応は、まあ、ここに書いたような対応ですね。で、実際に、第3章で、3.7 節で示したアルゴリズムですけれども、そこで使ってた関係をこういう形に置き換えていくということになります。で、実際に勾配法とかニュートン法は今の通りなんですけれども、制約付きの問題ですね。で、この場合には、こういう、ヘッシアン、目的関数のヘッシアン、制約関数のヘッシアンを使って、考えていくわけですね。で、平成勾配を使った方はこうなる。